はい、どうも皆さんこんばんは、モーシンです。今日もですね、仮想通貨のビットコイン、イーサリアム、XRP、その他、アルトコイン注目の銘柄ですね、5つか6つぐらいですかね、えー、分析していきたいと思います。今日が2023年の2月の17日金曜日、今が17時21分を回ったところです、えー。皆様1週間お疲れ様でした。今日の仮想通貨市場、ビットコインに関しては、一時2万5000を突破したんですけれども、その後反落して今2万3600付近。これに関しては、言っていた通り、まあ、2 5000は重かったということもあるんですが、ファンダ的にもちょっと心配、 っなニューススが入ててきてるんでですすねそれもまたバイナンス関係ですはい、この辺り、まだね、正確な情報は出てないんですけど、今言われているところだけお伝えしていきたいと思います。このチャンネルでは仮想通貨関連、それから世界経済の動向をピックアップして、総分析と戦略構築やっております。毎日タイムリーな情報発信と、直近注目のアルトコインテクニカル分析でピックアップしてますので、ぜひ、ポチッとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは今日の仮想通貨資料の動向を見ていきたいと思います。動画に入る前に一手だけ告知なんですけど、ビットゲットがですね、約、まあ8ヶ月ぶりぐらいにローンジパッド 復活させますこれについてやり方ととかか、まあ、ローチパッドの戦略とかねその辺りに関しては今日、えー、この後ですねもう一本動画を上げる予定になっておりますのでその辺りで、えー、詳しく見ていただければなと思いますビットゲットトークン BGB が必要なんですけど BGB を買った人限定のキャンペーンなんかもですね今やっているようですので、えー、もし興味のある方は以下の概要欄からチェックいただければと思います以下のリンクから登録していただければ先物の手数料永久的に30%オフになりますかなり安い手数料で取引できますので、えー、チェックいただければと思いますじゃあ今日 仮想通貨市場なんですけど、全面的にまあ反落ということでビットコインは2、3%ですかね。でアルトコインに関しても軒並み同じぐらいのですね減少となっています。その中で強く動いているものもありますので今日見ていきたいと思います。じゃあまずは株式市場の投稿ですね。今日の日経平均に関しては反落2万、えー、2万7513円ということで0.6%のダウンとなりました。これに関しては昨日のアメリカの株式市場でナスダックの下落が目立ったということでその影響を受けたということが言われています。それから昨日ねあの PPI 発表されたんですけど。 そのあたりもちょっとと見ていきたいと思いき思ますこれ、グロウェイズでね、限定配信しています、僕の朝分析なんですけれども、昨日の、えっと、アメリカの株式市場ですね、1月の PPI は前月比0.7%上昇となりました、これ昨年6月以来の大幅な上昇となったということで、アメリカのインフレ圧力のですね強さがさらに示されたということになりました、それから1週間のですね新規失業保険申請件数なんですけど、これは逆に予想外に減少したと。なので雇用めっちゃ強いいよととうことが、ね ささらに示されたんですよねこれを受けてアメリカのセントルイス連ン,ンのブラード総裁3月の FMC 会合での利上げ幅について他の金融当局者が適切との見方を示している0.25ポイントよりも0.5ポイントを支持する可能性を排除しないとまたタカ的な発言をしてきましたターミナルレート、まあ、最終到達点に関しても5.3%に引き上げるのが望ましいということを言ってるんですねそれからクリーブランド連ン,ンのメスター総裁も先日の FMC で0.5 ポイントを引き上げる説得力のある論拠はすでにあったとえなのでインフレが高い水準でねこういろんな経済指標が出ている状況なので政策金利を従来の想定よりも高く引き上げる用意が必要だという強いまあ、発言をしているんですね次回の FMC3 月ですけれどもちょっとこれ0.5%の利上げがねまた再開される可能性があるということで市場はちょっとねこれ懸念に今動いているという状況となっていますもちろんビットコインもね昨日同じような時間帯で下がってきたんですけれどもそれはまた別の要因があるとこのあたりバイ ススのニュース見ていいいきたいと思いますはい、ちなみに今日の経済指標発表、注目なものは特にありません。まあもう今日の世界の株価は軒並み下落ですからね、アジアに関しても欧州市場に関してももうすでに1%下げているということなので、やっぱり世界的にちょっとね、インフレ懸念また再発してきてるなっていう印象を持っています。引き続き経済指標発表ですね、注目していかないといけないかなと思っています。じゃあここから仮想通貨関連のニュースなんですが、まず一つ目、アスターネットワークのファウンダーである渡辺颯太さんがやっているスターテイル ラボですね。ここがソニーネットワークコミュニケーションズとウェブ3企業支援事業を共催していくっていうことが今日発表されました。はい、何をやっていくか渡辺さんは今日こういった発言をしています。この度ソニーネットワークコミュニケーションズとウェブ3インキュベーションプログラムを開始することができたということで、3月中旬から行われるインキュベーションプログラムでは世界的なベンチャーキャピタルやウェブ3企業からのセッションや事業戦略や技術戦略におけるメンタリング、ソニーネットワークコミュニケーションが持つ リソースなどのマッチングを行っていくということですね具体的にはソニーネットワークコミュニケーションズやアスターネットワークのリソースを活用することができるだけではなくてですねテックサポートとかファイナンスのサポートが提供されるということですねで有望の企業には出資も検討されるということらしいですこの報道を受けてアスターネットワーク急騰していますね20%を超える急騰となっていますこれもまたテクニカルでね後で見ていきたいと思いますで一方で懸念のニュースバイナンス関係なんです けれども、コインポストのニュースの中でですね、ちらっと書かれているんですがここですねロイターが16日に報じたんですけれども2020年末から2021年3月にかけてシルバーゲート銀行のバイナンス米国法人口座からバイナンスの c o c z さんの関連会社であるメリットピークっていうですね会社に4億ドルの資金移動があったということが報道されたんですねシルバーゲート銀行の元幹部は会社の経営人の承認なしに 法人口座から資金移動することは銀行のコンプライアンス規則に違反するということなんですけれども現時点では送金理由などの詳細それからリークされた報道内容自体のですね審議も含めてまだわからないということなんですねまあロイターに関しては2022年の6月にも数十億ドル相当のマネーロンダリング疑惑がバイナンスであったということをね報じたんですけれどもこれに関しても CZ さんはそんなことは絶対ないみたいなねえ反発したりとかっていうことで色々まあごたごたあったんですけどまたロイターが報じてきたと ちなみにこのロイターの記事を見ていくとまずその4億ドルが CZ さんの会社のですね銀行口座に4億ドル移送されたとでそのお金の一部はその後キービジョンデベロップメントリミテッドっていう、まあ、まあ会社ですねこの会社も実はですねバイナンスの CZ さんが取締役をやってる会社らしいんですねでそこの口座に4億ドルの一部がまた送金されているっていうことを、まあ、告発していると一応シルバーゲートの元幹部によると え、当時そのキービジョンデベロップメントっていう CZ さんが取締役をやる会社がシルバーゲート銀行に口座を持っていたことは間違いないっていうことが認められたって書いてますね。本当に今なんかバイナンスが狙われているっていう感じがするんですけれども、さすがにこれ私的な理由で送られているとするならば結構まずいですよね。なので顧客の資金の流用となると、これはいくらなんでも過去であったとしてもですね、さすがにえまずいんじゃないかなと思ったりします。まあ信頼の崩壊につながったりしますので、まあこれまた続報があればですね、 はい。まあ、今日注目のニュースっていうのはこれぐらいですね。じゃあ、ここから、えっと、また、ビットコインがですね、昨日下げた要因についてなんですが、これ、バイナンスの、えっと、OI の状況ですね。OI 下がりましたね。なので、ロングのポジションがガクッと減ったかなというところが、一応出ているかなっていう状況ですね。まあ、ただ、そこまでガツンと売られている感じでもないですし、えー、ビットコインのですね、生産データとか見ていっても、そこまでめちゃめちゃ、こう、ロスカットが起きたっていう感じではないんですよね。はい。なので、ま ただ、ポジションはね、ある程度、まあ、残ってるんじゃないかなと思うんですよね。はい。それが、吉と出るか、今と出るか、この後のテクニカルでね、しっかり見ていきたいと思います。じゃあ、最後に、ビットコインの板の状況なんですが、かなり売り板が解消されているのが今日、印象的ですね。圧倒的に買い板の方が熱くなってます。え、買い板の下ですね、えっと、22,800付近まで熱くなっているのに対して、売り板に関しては、24,300付近までしか熱くなってませんね。これ本当に合ってるのかなちょっとあの、わからないんですけど、とりあえず買い板の方が今熱くなっていて、 下を支えるような状況になっているっていうことは一応間違いないんじゃないかなとは思いますまあ、板に関しては本当にもう、えー、刻一刻とですね変わっていきますのであくまでこの動画を撮っている今時点の状況だということは押さえていただきたいなと思いますそれでは相場分析入っていきたいと思いますはいじゃあまずはビットコインの日足から見ていきたいと思います今のビットコイン23,600ドルということで昨日一時ですね25,200まで上昇しましたがそこから急反落となりました四、えー、時間足でね見ていきたいと思うんですがこんな感じですね、えー、一時ねちょっと耐えるかなと思ったんですが その後でですね急落ししててきてしまったとということで、まあ、今下げ止まったポイントに関しては、えっと、2万3400付近ですねこの辺りの高値で止まったということで、まあ、これはえ想定通りなんじゃないかなと思っていますでここからまああの強く動くかどうかというところなんですが依然としてやっぱりこの辺のラインというのは、えー、おそらく強く意識してくるんじゃないかなと思いますなので2万3000ドル台をこうどんどん割っていくという相場にはなかなかつながりにくいんじゃないかなと個人的には思っています、えー、というのもまあここのサポートラインもありますし あとはここの移動平均線ですね。はい、これも密集していて支えるような位置関係になっていますので、まあ、割とこの辺りは底堅く動くんじゃないかなという風に今のところは見ております。まあ、日足で見てもね、えー、そんな感じですけども、やっぱりこの辺りは 20ma もあって割と強いんじゃないかなという風に思っています。で、あの他の移動平均線たちもだんだんこう近づいてくるような動きになると思いますので、やっぱり大きなね崩れにはつながりにくいかなと思っています。で、25000を抜ければ、もちろん次のポイントである27、000付近が狙えると思いますし。 えー、まあ2万8000付近でもこの急落前水準ですね。この辺りも意識されてくると思います。まあ大きな目線で見ると、やっぱりこの3万ドルっていうところが一つの節目になることは間違いないかなと思っています。はい。なので今の状況だと、まあ2万5000突破すると3万いくと思うんですけれども、今の状況だとやっぱりそういった方向に向かっていく可能性が高いかなと思っています。はい。続きましてイーサなんですけど、イーサは昨日1680抜けていたんですが反落して、結局ヒゲで実体レベルは超えられなかったということになりましたね。まあ、えー 強い上昇はまたお預けになったということなんですが一方で、まあ、やっぱり移動平均線に関してもずっとこう上にぎゅっと就職しながら上がってきているということで割とこれはね底がたい動きになるんじゃないかなと思っていますで大きな目線で見たときにやっぱりこの逆三存ですねこういったところが意識されてくるんじゃないかなと。 いうふうに思っています。で、ま、クリーや RSI に関してもやっぱり強気を示唆していますので、まあ、引き続きこれは強いんじゃないかなと思っています。4時間足レベルで見ても移動平均線密集、完全にゴールデンクロスからのサポートで、もう一度上値を試しに行くっていうふうな形になっているということですよね。で、4時間足レベルで見ると、この1680は一時的にまあ抜けていましたので、ここの最高値は更新しているんですね。直近高値に関しては。はい。なので、そこから行くと、やっぱりこの調整が変われて、次の目標ポイントで行くと、 こんな感じで、見ると、まあ、とかか付近でですかねその辺りままは十分狙えうう XRP に関しても昨日まあ上昇したんですけれども、その後はね、えー、一旦調整ということですが、まだ移動平均線の密集の中でいます。でも、これに関しては、やっぱり大きく動くときっていうのは、ここの高値、えー、まあ40セント付近を抜けていくか、ここの作った安値ですね、36セント、これを抜けていけば、ちょっとガクッと下がるかなと思うんですが、ちょっと今のこの状況を見るとですね、このまま、えー 価格を維持できずにダラダラと下がってくるのであれば36セントも超えてちょっとね一時的にガクッと下がるっていうシナリオも考えておかないといけないのかなと思ったりしますまあ言っても今この移動平均線密集の中とここのですね抵抗ラインの付近で、ね、動いているということですのでそこまで大きな心配をする必要はないんじゃないかなと思っていますでこちらはアスターネットワーク今日また爆上がりしてますね今18%ですけど一時20%を超えて11.5セント付近まで上昇しています非常に 強いですね、はい、これに関しては、まあ、以前から僕のチャンネルでも扱っていたので、この辺りで買った方はもうすでに3倍とかになっているんじゃないかなと思いますね。で、出来高もやっぱり上がってきているので、これは非常に強い上昇だということが言えるんじゃないかなと思うんですが、いつ調整されるかですよね。これは本当にまあ難しいですよね。少なくとも今の価格ではちょっと買いたくないというか、買いにくいですよね。なので、一旦調整されないとということなんですが、まあ,あ、のここで一つ言えることは、このままずーっとね、上がっていく相場っていうのは基本的にはありません。で、次、やっぱり 意識されるポイントっていうのは今、上げ止まったこの11セント、12セント付近、えここの、えー、初期価格ですよね、ここで高値を押さえつけられていたラインとこの下がってくるときに一時的にサポートされたライン、これが大体12セント付近ですので、まあこの10セントから12セント付近ですよね、ちょっとまあ1本でこれまで示してきましたけれども、えー、こんな感じのですね抵抗ラインをイメージしておいてもいいんじゃないかなと思ったりはします。っていうことになると、まあ、ここで一時的に上げ止まって、えー、ちょっと一旦調整ムードに入って 入るっていう可能性はまあ,あの十分考えられるんじゃないかなと思いますまあ、これを抜けていけばもう本当にバブルですよね一つのシナリオとしてはここから下がるか抜けてここまでまた戻すかはい、どちらかは起こるんじゃないかなという風うに思っていますもし抜けて戻すならばここの付近でもまあ買っていくっていう戦略になるかなと思いますで ICP に関しても直近でね注目って言ってましたがえっと昨日今日でですね10%ぐらいの上昇となりました一応ここの引いていた逆三存のネックラインとなるラインですねはいこれを今抜けようとしてますま ただ完全に抜けたわけではないですが、抜けかけていますね、で移動平均線も、まあ、非常に強い位置関係でいると、出来高も問題ないし、RSI や m a c d に関しても強気だということからすると、やっぱりこれは抜けていくんじゃないかなと思いますね、はい、ここの6ドル付近のサポートライン、ここに関しては綺麗に抜けましたので、やはりここからえ次の高値である7.2ドルですね、ここに向けて上昇して、ここからさらに、えー、上昇反転が意識されて、えーまあ、強い動きの中でもちろんちょ短期的な調整は繰り返しながら、えー、上昇していくような相場になるんじゃないかなと。う 見ております、えー、それから体に関しても40セントはまあ超えられずに一旦調整ここは相当重たいので、まあ、予想通りということかなと思うんですが、えー、ここからやっぱり移動平均線のゴールデンクロスですねこれも引き続きやっぱり強い形なんじゃないかなと思っていますなので今もね若干こう反発気味にもなっていますけれどもここはやっぱり逆三損が意識されて、えー、この40セントをね、えー、後々は抜けていくような動きになるんじゃないかなというふうに個人的には思っていますそれからポルカドットに関しても、まあ、多くのあるところにねこ,なんかこういうふうな逆三損になっていてしかも その下にちゃんと移動平均線のゴールデンクロスも含めてですね、えー、サポート側に回っているっていう本当によく似た強いパターンになっているんですよね。はい今回のこのポルカドットに関しては高値の、えー、ネックラインと呼ばれるポイントが7ドルになります。今が6.6ドルぐらいですので、えー、まあもうちょっとねあの格差はあるんですけれどもただ一方でここの強さはやっぱり強相当ね強いんじゃないかなと思いますのでこのまま7ドル到達してまあ抜けていく可能性抜けたら、えー、次のえっ、ー、とラインでいくと8.5ドル ととか、まあ、9ドル付近でですよねそういいったところまで上昇していく可能性今ね、えー、高まってきてるんじゃないかなと思います。柴犬に関しても、まあ、一旦上に抜けて戻ってきて、ここでも底堅い動きを作っているっていうのが今の現状ですね。柴犬に関してはやっぱり引き続き大口に支えられているということもあるだろうと思いますし、えー、レイヤー2のですね、ソリューションであるシバリウムですね。シバリウムがもうそろそろローンチされるかもっていうふうにね、言われている状況ですので、今、柴犬のホルダーとしてはもうそのファンダ待ちになっているんじゃないかなと思います。 リリースされたらもちろんですね一気に急騰するもしくはリリース日が決まった時点でも急騰してリリース後に一旦調整みたいな、えー、そういった可能性もありますがいずれにしてもテクニカル的にはこの移動平均線とあとは大きな目線でのこういう、えー、ダブルボトムとかも含めて強い形状が維持されているんじゃないかなと思います。 えそれからクアンタムに関しても、えー、と強いですね。はい。同じような感じで、えー、逆三尊の移動平均線、下からのゴールデンクロス。まあ本当に同じような、えー、感じかなと思います。ネックラインに関しては3ドル。えー、これは3ドル超えると次が3.6ドルとか4.5ドルの、えー、ラインがですね、意識されてくるかなというふうに見ております。で、最後エンジンコインですね。エンジンコインも同じく逆三尊のような形なんですけど、ネックラインが一応5ドル付近と見ておいていいんじゃないかなとあご。ごめんなさい、50セントですね。50セント付近で見ていいんじゃないかなと思います。今一旦調整されてます。 やっぱり下からの押し上げ相当強いと見ておりますので引き続きサポートからの、えー、とここのボックスのです、ね、上値でいくと、えー、7 0 1セント、まあ、70セント付近ですねこういったところまで試せるような、えー、テクニカルになっているんじゃないかなと思いますはいということで今日も急通過ぐらい見ていきましたやっぱりアルトコインが物色されている感じがしますよね特に、えー、強いアルトコインの特徴としては逆三尊の最後の肩のところの下に移動平均線がいると、まあ、このパターンっていうのは基本的にはネックラインを抜けていく動きにつながる可能性が僕は高いんじゃないかなというふうに見ておりますでなおかつここのネックラインを抜けるかどうかっていうのはやっぱり中長期目線でも非常に重要なポイントになってくる 来ると思いますこの辺り、えー、週明けにかけてもですね重要なポイントになってくると思いますのでしっかり注視をしていただければと思いますということで今日の動画はここまでにしたいと思います皆様良い週末をお過ごしください最後までご視聴いただきありがとうございました いてはいけないっていうこと、ざっ、はい、くり言うと計算。